興味ニュースということで、今回はですね、横浜高島屋さんからお送りしております。今オープンの準備中なんですけれども、東民フードフェア第2回目ということで、開催しております。前回はですね、デパ地下グルメですね、いわゆる調理品を中心に展開をしておりまして、今回も小島商店さんのメンチカツとか、あとはマンチンローさんのお料理なんかも、引き続き、販売をしているんですが、今回、新たにですね、生鮮食品も販売していこうということで、デパ地下の今半さんのお肉ですとか、あとは都民フローズンからはこちらの、生しらすとか牡蠣ですね、あとは、今このように、準備してくれていますけれども、お刺身とかですね、焼き魚、こういったものもね、展開しているといった感じになります。でお客様もですね、テレビで見たことあるよって言ってくださっててですね、少しずつこう都民の良さっていうのが、B2C でも、広く、認知されてきているのかなと思いますね。今回の、目玉の取り組みの目玉の一つである冷凍サービスというのがあるんですね。この売り場自体は、全て冷凍食品なんですけれども、デパ地下の方でチルドとか生の状態のものを買ってきてですね、で一部対象商品をこちらでお客様の方でパック詰めしていただいて冷凍できると。でシングルパックはこちらの方でするんですけれども、実際にですね、凍眠を使ってで冷凍すると、要はやっぱり百聞一見ですので、実際に見てですね、あこういう風に凍るんだ、だから美味しいんだっていうのをね、体感していただける、そんなフェアになっているといった感じになります。実際にこうフェイストゥーフェイスでお客様ともお話ししてですね、やっぱりこう冷凍の需要っていうのは少しずつこう高まってきているのかなというのもね、肌で感じます。で、美味しいものを長期保管することのメリットっていうのもお客様もですね、次第にこう生活の中で、取り入れてきている。冷凍自体が QOL を上げるための一つのファクターであるということをですね、再認識できた、そういったフェアですね。はい、ということで今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。